BTU アニメラボ。さあ今週も始まりました、俺物語でございます。慣れないわ。いやもうそろそろ慣れてほしいんですけど、ね、もう2期オープニングも考え中ですからあ、そっか、1期限りなんでこれ1期限り変えていきますよ、ね、ちゃんとついてきてください。最後かじゃ、はい、今回俺の海でございました。はい、さあ今週ねちょっとノイズがひどいんですけどね。ちょっとノイズがね、まあ、ちょっと昼間だからちょっとうるさいです。そうですね、外の音とかね。前回山行って遭難しまして、次海でございます。はい、みんなで海行きまして、いいですね、いい水着会でございましたね。アニメでお決まりの、ここに来てまたベタなことを、ベタやりましたよ。青春だったね、そうですね、女子と男子で、いやみんなちょっとずつ女子と男子常に分かれるのが面白かった。あれリアルでしたね。水着買いに行くだけじゃなくて、あの、うん、ご飯食べる時も男女、花火も男女、車のバスの中もグッと分かれる、分かれてましたね。リアルだった。あれね、学校違うからっていう感じが出てるよね。そうですね、共学だったらまたちょっと、ね、そうですね、あそこイチャイチャするやつらも出てくるんでしょ、うん、そうですね。でもやっぱ今回はヤマトさんでしょうね、見どころは。ヤマトさん、頑張ってたね。ドキドキしてもらいたいということで、ちょっと頑張りすぎて空回りしちゃうっていう可愛らしい回でございました。それでは早速ヤマピーから感想を聞いていきましょうか。ヤマピー、今週の見どころはどちらでしたか？いやー、今週の見どころはね、たくさんあるからね、いっぱいありますけど、僕はもう一番ベタな見どころ、ヤマトさんが最後シュシュをほどき、タッキーちゃんがそれに見とれるというあのシーンでございますよ。綺麗だ、綺麗だ。もうタケちゃんがストレートじゃないですか、ずっとこう言うのが、もう僕が、あ、好きだとか可愛いとか思ったら全部タケちゃん言うんですよね、その感じで。いやー、ほんと女の子髪ほどくってもうベタだけど僕好きです。ね、ベタだったね、あれは。いいベタ。そこにギャップされるとさ、はい、一番最初に水着をって時の素な、はい、あ、はい、だから前隠す、そうですね、あれ何やね、あのタイミングが味が出てたね、はい、あれ何が薄いか、あれ薄い本であるでかいでしょ、何がやるの、何がまずいと思って、はい、なんであんなことできんのっていう、あれすごい、いやあれはスナにしかできない、猛獣使いでやってるでも、もう大丈夫、いけ、何がいけなのゴールじゃねえねん、いやでもスナはね、ったスナもう全然使わず分かってましたからね、そうだよ、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、そやっぱあるんでしょ、理性の壁というか何かが、はいはい、目がやばかったからね、竹雄も、あ、なるほど、あの状態の時は、そうですね、ございましたね。続いて小林さん、もしどうでした？あの物語は不注意で子供が作ってた山崩すじゃないですか。ああ、崩しちゃったね。結局砂が助けて子供が砂にほだされるってね。あ、まあね。あの年でもね、いつもの展開ですよ。ね、毎回あれやるんだねっていう。奥さんだったり、すごいよ。子供でもいいんだね。許されてるね、許されてる。今回の竹ちゃんみんながモテてましたからね。まあそうね。モテてた。ちびっこから奥さんのから。あ、まあ子供に大事だね。あれはいいお父さんで。いいお父さんになれるよ。視線独り占めですよ。ね。奥様の視線、ね。やっぱモテるんだ竹尾くんっていう、ね。そりゃそうでしょ。鳥居としては間違ってるような間違ってないような。腹筋見ました？バキバキだったね。正表記みたいな。正表記言われてた。確かに。確かにあの氷作るのね。あの逆さにしてバチバキってやるやつ。そうそれモテるんだーって。なんであんな絞ってんだよって感じ。海マジックだよね、あれ。すごかったですね。さすが竹尾ですよ。夏姫やん、はい、どうでした？夏姫やんはね、あのね、ヤマトちゃんのハイリグが見たかった。あーあれちょっと最初で、ね、2つ徐々に上がって、最終的に貝殻ついてましたからね、胸に、ね、あれダメだって。いやダメでしょ。なんか ああいう間違いする女子ってあんまりいないから、そっちげえ面白かった。私頑張んなきゃで、あんなにも頑張った。それこれどうかな、ほぼこう縦になってましたからね。スリングショットでさ、いわゆるあれはまずいでしょ。いやでもぶっちゃけタケちゃんはそこまで攻めないと鈍いから分かってくれないと思う。確かにね、そのあっちがすごいからっていうのもあるんでね、ヤマトちゃんが頑張ってるのを見せるにはそのぐらい体を張らないと。そう、まあ、実際普通のね、水着でも大コースではあったんだけど、まあそうですね、結果としてはヤマトちゃんに合ってる、そっちの方が。ハイガラ見たかったな。やだー、そんなヤマトさんやだな。昭和の攻め方だから、ね、まあそうですけどねえ、下から岡本夏樹みたいな。まあね、水着だった。すごい入るでしたもんね、あれは。あとはビーチで膝ついてビール持ってなきゃみたいな。やだなぁ、清純なイメージが。努力が空回りしましたからね、今回も。よかった、今回も、ね、はい、今回一番の見どころを紹介するコーナー参りましょう。はい、今週のガンジガラメ、
さあ今週の漢字絡めはですね、はい、竹ちゃんが、まあ、竹雄が砂の家に行って事前準備をします、うん、そこでまあ、浮き輪だとか、飯盒炊飯とか、まあ、そんなもんいらねえだろ、うん、いつ遭難するか分かんねえぞっていうちょっと匂わせ方がありました、うん、で浮き輪は絞って入れた方がいいよっていう当たり前の通告され、はい、で次の朝ですよ、竹ちゃんなんと浮き輪空気入れたら持ってます俺たちがお茶でございます。話聞いてねえ。バカだねえ。話聞いてねえな、ね。そうなの。で海行くじゃないですか。はい、その浮き輪使いません。オレンジの浮き輪使いませんでした。そうですね。すごい。別のやつを一息で膨らませる。やばいやつ。入ったやつやば。ボールもさ、プンって。しまうとあれシュッといけるんだ。いけるのと思う。あれゆっくりやるもんだからね。そうですね。でその浮き輪渡すのも何山田さんにこれかって言ったら、ああ、うん、満足。かわいい。竹尾かわいかったね。かわいかった。話しちょっと止まんないですよ。バレーボールのシーンも話したいですよ。バレーボールね。何あれ400目指す流れ。何あれ目指す流れ。よくついてこようと思いますよ。ね、アフロ頑張ってたな。アフロ、あっちもいじらんでしょうね。女の子にモテようとして。ね、あの二人がすごかったよね。頑張ってたよ。361みたいなやつやってましたからね。竹ちゃんにね。崩れましたからね。300のところで。そりゃ人も集まりますわ。という今週の俺物語でございました。するチャンネル登録コメントたくさんお待ちしております。それではまた来週。